はい、どうもハリチです。今回もですねスワグンドソーサリーやっていきたいと思います。さあ今回ですねモナの防具を強化するためにこの月のシリーズを作りたいと思っているので、まずね靴から準備しようかなと思います。この大根はまあ大根倒せば出てくるんだけど、このインゴットはね、沼地のスラッグを倒さないといけないので、ちょっとバフをかけていきます。あとロザリンかけて、ノイルはいいや、ヌル放置でいきます。ここっすね。でその間この和風パーティー前回鍛えたんですけど、は戦場でこの古代のプレートをひたすら集めてもらおうかなと。これ倒すのか。ちなみにダメージの方は436、強っ。え、無理じゃないそんなの。逃げる準備しよう。おし、ナイス、オッケー。これ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 、何が何でもこれ持ち帰ろう。4個、何個いる、6個かな。ちょっと心配ですかね。まあ、バフがあるからダメージできないけると思うんですけど、あ、エリートじゃなくてもこのダメージなんだ。そんな変わらないね。エリートだからめっちゃ高いのかなと思ったけど、ベースそれね。やばい、逃げよう。死んでましたね。あ、繰り返していって、倒せればいい感じ。あ、ノーバフいけるかな。一発でも食れば重いんでね。頼む、当てて当てて。おっと、危ない。耐えた、よし。OK。こいつにやられたらすぐ逃げよう。勝ったら OK。いけるいけるいける。ナイス。いいね。あー、これ。この強いんだよね。沼地が一番難しいかな。古代遺跡が一番簡単かなって思ってるんで、古代都市か。勝ったらゴールじゃない？あー、ラストこいつね。オッケー。遠距離と近接なんで、遠距離が来たら一人で狩られますね。下の方もねちゃんと進んでますから、いいね。この2編成、目標は3編成ですけど、おっと大丈夫、一発ずつで削られるけど。当てる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 、いけ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 、ミスったそっちから来るか、やっちゃったな。順番の基準がわからないな。もう一回行ってきて、ちょっと、うわ、ちょショックですね。逃げるか、逃げよう逃げよう逃げよう。いや、いないならいい。所定に、あ、ここ、こういうとこでやろう。魔法ちょっとないからね、魔法の支援とかもしよう。今バフかけて魔法支援あってギリ生きるかどうかか。前衛が死んだら終わりだね。あ、でもこれは美味しいな。ポーション作りしたいですね。魔法作りか。一回帰ろうか。これ。よし、間に合ったね。いけ、押し切れ。ナイス。これ帰れるよね。よし、戻りましょう。魔力作ってるんで。あ、お金を使い出したね、そこで。月のブラスを3個作成して渡すそれが欲しいんですけどね。一応モナでもできるかな、これね。
まあ、チタン単体で使わないっぽいから全部変えちゃいます。よし、オッケー。次回復かな。今んとこつけるのが最高これなんで、このものはモナ星かな、星はいらないか、モナが使うポーションですね。おいいね、22増えてますね。これでチタンインゴットの方はある程度集まったんで、次大根殺しですね。大根ブレイクしてこよう。よし、みんな集合。大根強いんでバフかけていきます。ノエルはちょっとお預けかな。で走行強化、体力強化ですね。オロザリンとモナにしていきます。ノエルはもうちょっとレベル上げてからかな。そろそろパーセンテージね、貯めるのも必要ですよね。めちゃくちゃ低いからね、クリアしてないから。そもそも待って、あーやばいな。大根強いな。これ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 持ち帰ります。いけないよね、帰ろう。危険はね避けましょう。毎回バフちょっと大変ですね。自動で破産するまでバフかけてくれてもいいんですけど。あーでもそっか、出ない場合とかあるもん。ノイル強いな。よし、ノイル強化してあげようかな。攻撃力ベースで高いもんね。回復はまだありますね。定期的に上げないといけないんで。体力700、ここのボスってどんくらいあるんだろう。2000とかかな。カラカサか、カラカサカラカサ2連続か。でも体力少ないからまだいいや。これクリアしよう。大根いなかったですね。よし、バフかけに行こう。次じゃあノエルとロザリン。ノエル400超え、おいいね。400超え最高値か。じゃあ大根、大根で強いな。強化大根。体勢下げましょう。あ、やられてる。持ち帰れればいいや。よし、ナイス。大根、いけるかな。ここ取ったら逃げようか。大根出ないな、あんまり。このお金をどんどん使うね、やり方ね。ポーションも結構消費がすごいからね。小ポーションがちょっと減ってきてるんで、一回星あたりに作らせようか。星逃げよ逃げよ、危ない危ない危な。とりあえず星くんにはモナ用のポーションを15個、召回復ポーションを90個いらないから重々で3回やってもらおう。大根討伐したらクリアまでいけるな。
やいや嘘でしょそんな当たらない。愚問の鎧いいね。であとちょっとマナスね作ってもらおう。これで終わり。あーいるか最後に。こいつまあまあ強いんだよね。よし来た。これ大根足りるんじゃないか。よし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 、まずは1個。モナカ星なんだよね。モナにしとくか。ちょっとモナの筋力上げよう。あんま変わんないけど少しでも帰っていいね。星くん作ってますね。何これ。あこれかっこいい。作りてー。あしたんだね。ちょっとこれ欲しいな。それこそレシピをファッションハウスを強化しないといけないか。次回進めましょうかねその辺ね。色すごくない。なんかちょっと待って。今作ったよね。15レベル虹色ちょっとすごいけど違うな。ちょっと追加効果は吸血か。防御40どうですか。まあまあ高い方か。スタミナも多分いいと思うんで。ティアラ作ろう。あーいけないね。できたけど装備品の相違があるね。レベルのまだまだいるのか。レアすぎるがために装備できてないもんね。ステーカーな。でも虹色ってどうなんだろう。レアなんだよね。売ると4000か。売ってしまった方が今後の発展にはレベル上げるっていう意味なら使えそうですけど。大根あと1本か。またこれもいるしね。吸血もここでつくし、吸血はちょっとプラスで吸血があるのは嬉しいからやっぱあれつけたいね。ってことは大根殺してくるか。大根取ったら、持ち帰れるかな。お他もあるね。とりあえずちょっともう一個作る。とりあえず装備用に作ろう。いずれ入れ替えるとして、まあランダムなんで複数買ってもいいと思うんでね。あとは沼地か。11レベルか。防御力がめちゃくちゃ上がります。459581から652847。すごい硬くなった。よし来たね。ちなみに追加効果の方は、あスタミナがさらに上がってるか。いいね。虹色は固定なんだね。虹で効果一緒なんで売っちゃってもいいか。4000だし。これ作るのもめちゃくちゃ高いですね。これ作れる。ちょっと作るか。カラカサから手に入る。あ下かそれ。なんかキリンの何かかと思った。いいね。ちょこれもできたら装備してもいいかもしれない。いいね。3個目のとこいいですね。やっぱレシピ屋だね。そこはまあ最善優先度高めていこう。お金があればいけるか。この防具売ろう最悪。 HP が上昇で耐性がつくの基本的に。あ耐性がついてで HP 上昇がプラスでついたのか。売ろう。アップグレード。ルーンヘルム集団火炎ダメージ、苦悶の兜暗黒ダメージ、鉄の鎧チタインゴットね。集団支援ダメージプラス、スノーマンの鎧。めっちゃおしゃれじゃん。ちょっと待って欲しいな。全部欲しいね。
これ欲しいな、役者のベレー帽。これノエルにあげたいな。何系なのこれって。何系とかないか。一応魔法点なんで。そうか、赤色のレア度、テントウムシの服からか。おしゃれ。あ、武器めっちゃ増えてる。そっか、ここで武器ゲットしないといけないか。何しようかな。マジか。かっこいい、この辺の剣で。これ防具上がるね。攻撃力もめっちゃ高いし。レイピアやりたいね。千里眼の布を魔法点で作成可能。魔法点1レベルじゃんってか。上げてなかったんですね。これか。沼町が出手に入るキャラ、キャッコラ、キャラコか。から、スパイダー、地下都市のスパイダーから取れるもので格好したものか。OK、とりあえずじゃあ今回ここにしましょう。今後の展開で見えましたね。まずは、まあ、今作ったものも防具もありますけど、と同時にね、まず武器ですよ、武器。武器作るには、まあ、この辺の何かがいるので、まずレシピから買い取っていきますか。うわ、増えたね、ちょっと待って。ファンタジーめちゃくちゃいいね、いいね、いいね。わあ、狼の帽子があるじゃん。いいね、いいね。何にしよっかな、武器ね。とりあえず、まあ、これかな。能力者開始。まあ、そこかな。まあ、地下都市ですよね。を次回攻めつつ、沼地も行かないといけないんで、まあ、基本的に全部か。行く必要がありますね。で、お金貯めて、これ、っていうのはちょっと遠に来ますね。まずは2人は他のとこ行って、この3人が戦えるように、メインこっちはね、ノエル君用の遠距離武器も見ときたいと思います。